赤、は間・住吉方面乗り場平和公園停留場は、長崎県長崎市松山町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場である。駅番号は19、1号系統、2号系統、3号系統が停車する。当停留場は1933年、本線の延伸に合わせて、松山町停留場として開業した。 1945年8月9日には原爆投下により長崎電機は本線をはじめ全線が普通。東低流場は爆心地に最も近い低流場であり、東低流場を含む浜口町から大橋間は原爆の被害が最も大きい区間であった。被爆から復旧したのは2年後、1947年のことである。2018年には、 沿線の観光地の名前を停留場名とし、平和公園停留場に改称した。平和公園停留場は専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように廃されるが、互いのホームは道路を挟んでハス向かいに離れている。北寄りにあるのが長崎駅前方面行き、南寄りにあるのが 赤はさ方面域のホーム。校内で軌道はやや屈曲していて、道路との交差部には踏切が設置される。長崎駅前方面ホームのみ日本語、英語による観光施設への自動案内放送が流れるほか、自動販売機も設置されている。8月9日の平和記念式典の際には、混雑緩和のため停留場に改札係が配置されて、運賃収受に当たるため、 通常の乗車扉からも降車可能となる。ホームの上屋は2000年2月に、途端屋根から景観に配慮して、シェルター式に掛け替えられている。かつて赤挟ま方面域のホームは、島式ホームで、進行方向右側から乗車していたが、360系の導入に合わせて1961年に、現在のホーム構造に改造された。 長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。周辺の観光施設に向かう観光客のほか、バスとの乗り換え客の利用も多い。バスについては、赤羽佐間方面から昇降源、敷見方面へは徒歩連絡となるが、宝町まで行かずに済む。1日平均の乗車人員、乗降人員の推移は以下の通り。県営バス。 長崎バス平和公園バス停すぐそばを国道206号と長崎本線の高架橋が通る。長崎市民総合プール、長崎市営陸上競技場、長崎市営ラグビーサッカー場などのスポーツ施設、平和公園、原爆落下中心地、浦上天守道などの観光施設が近い。スポーツ施設は停留場の西側、観光施設は国道を挟んで東側に立地する。 高校総体の県大会等のスポーツイベントがある際は多くの利用客で賑わう。ABCDE でんくり2005、P50、ABC いまお2009、P57、ABCDE でんくり2005、P157、ABC でんぐり、アンドミ川2000、P50、タグリアンドミ川2000、P98、AB、伝提名称変更のお知らせ。 長崎電気起動、2018年4月4日閲覧。AB 電ク2005、P156、浅野隆人。長崎電気起動、13箇所停留場、新名称に35年ぶり、明日から。毎日新聞、p 2 3三百年誌、P130、ABCD 川島2013、P44、川島2007、P119、百年誌。 p 9 8 a b c 百年史、p 1 1 5百年史、P124 国土数値情報国土交通省2018年3月26日閲覧九州運輸要覧平成26年度版86ページ九州運輸要覧平成27年度版86ページ九州運輸要覧平成28年度版87ページ ありがとうございます。